みんな、頭おかしいとか思わないでね。普段の僕はクールでかっこいい人間っていうことを忘れないでね。すいません、自己紹介がまだでした。どうも、ヒャッハーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、ソーリーエブリワンということで、皆さんすいませんということでしょうか。それは僕のセリフですね。こんなクソみたいなオープニングを毎回作ってしまって申し訳ありません。ただ聞いてくれ、これを求めてる頭のおかしい大人とたちがいるんですよ。子供より子供の大人がたくさんいるんですよ。まあそんな奴ら無視しとってオープニングとか作らないでもいいんですけどね急に言葉が悪いはい、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.65%。 そうで、今日もワゴンさんのコースなんだけど、この方がいないと生きられない体になってきちゃってる僕。そんくらいぐらい面白いし、中毒性がすごいあるんだよな。まるで僕自身の動画みたいだね、なんつってもう黙れお前はビオキング。外枠もぐら、僕がこの10コインを取れないとでも思ってるのかい。ジャンプした瞬間右にすぐ行けば取ることができるんだ。見たかー、一応やし持ったねこの調子だったら絶対持たね。だから今日絶叫少なめで行こう。そんでさ、コメントとかで絶叫が少ない日があるじゃん。今日ビオキングさん大丈夫ですかって言うのやめてもらっていいかな。絶叫する方が大丈夫ですかって言われる方だよ。そしてここはハラちゃんのところに行ったらいけなかったっていう感じで、いや、まだチャンスがあるよ。ここを掘り続ければ何がある。道の世界へ行こうじゃないか。マリー奈落の底へレッツゴー。なんだろう、ワゴンさんのコースにしてはすごく優しく感じない。今日のコースは簡単かもしんないね。ならばクワッチャちゃんとクリアさせてもらいますよと。もっと来い、もっと僕をいじめてくれ。とんでもないバグとか期待しちゃってるよ僕は。じゃあこのドクロリフトに乗って何をすれば右押しっぱか。うまいね。僕が右押しっぱすると見越してここにトゲゾウを飛ばしてきたんでしょう。じゃあ上のキノコ地帯に乗っておこうか。そんでトゲゾウがどっか行った時にさーかな一段とやる気ねえ魚だったな今日は。いつもだったら絶叫するくせにさ。あー、そんでさ、今気づいたんだけど、ピンクコインの数めちゃめちゃな、約10個近くあると思うんだけど、全部集めなきゃいけないのかな。いや、フェイクかもしんねえ。左側のピンクコインがそう物語ってる。さあ先に進んだら右にカキ棒がいますけど、その裏になんか隠れてんだが見えんだよ。わかるわかる。それくらい村パン落として左に逃げればいいっていうこと。そう簡単に騙せると思うで、何もしない。バネをかわすのか、それとも上に行くのか、どっちなんだ。上は怪しすぎる。だからこのバネをかわしに戻り、ただいま戻ってきたよ。さよなら。違う世界線の自分はバカをやっていたみたいだ。ならばこっちの世界線の僕自身はちゃんとしたゲーム実況者っていうものになっていこうじゃないか。それがシュタインズゲートだ。とかにありませんね。ではでは、隠しブロックも何も出さないで上に行こうじゃないか。ちゃんとマリアのお尻右に向けてね。プリプリして可愛いね。マリー噛みつきたいぐらいだよ。そしてさ、右にピンコインがあったのが見えたんだけど、この下あったよな。多分あったと思う。ほらほら、このピンコインを回収していけっていうことなんじゃない。戻れるかな。ちょっと高いんだけど。あ、いけそういけそう。あー、やっちまったなこれ右から行けないかな。頼む、お母さん。あらあら、どうしたのピオキング。お母さん、ひどいんだこのコース。ピンクコインを取れって書いてるのに、ピンクコインの方行ったら絶対にやられるみたいな。お母さん助けて。わかったよピオキング。お母さんエアロビ習ってるからね。エアロビ戦法で行こうか。ワンツワンツつまんねえんだよ今のワンツーワンツーで笑った音ね。恥を知れ笑いのレベルが低いんだよピオキング。でもそんな心配はしなくていいよ。誰も笑ってないから、ここの中間ポイント普通に取らせてくれるのかい。よっしゃじゃあこの中間ポイントを取った記念で、しずかちゃんのモノマネ、略しずキングになっていこうかなと思います。キャー、ピオタさんとエッチ、なんで下に行かないの。ここはね、下に行けば上に戻れなくなるからさピオコちゃん。そういうことだったのね。じゃあここはメントをかぶっていく。メントがやられちゃった。でもまだ右目で行けるね。意味する場所へね。このメントどっちに行くんだろうな。上にバネがあるからさ、右に落ちるか、もしくは左に落ちるか。頼むぞ1/2。今日はバネを信用する。頼むぞバネ。いろやー、もうマリオったら何のために手があると思ってんの。何かを持つためでしょ。だから落ちたメットを拾うとか、そんなことしてくれよな。小さい頃お父さんとかお母さんに言われたでしょ。だってー
見たことない罠を出してくんだって。じゃあ次はいけたね。そしてこの鍵扉に入っていく。あ、鍵がないのか。え、鍵は？あ、右の缶あるだ。あっから何かが出てくるみたいな、そんな感じ。いや違うっぽいよ。鍵がどっかでさ、わかった。これ鍵を手に入れて戻れっていう感じなんじゃない？いやこれいけんだから絶対下に隠しブロックあると思うんだけど。バカにするな。もうわかった、もうわかった。このメントをかぶってこの鍵を取ってさっきの鍵扉のとこ戻れっていう感じだったんだね。これで普通進めてくれるのか。オーケーオーケー。そして右下出たな。右押しっぱでいいのか。デスクだ。今日さ、ワゴンさんのコースにしては珍しくバグっぽいのないよな。今か今かと待ってんだけどな。まあバグとかないでもとても素晴らしいトロールコースだとは思いますけどね。右にジャンプしてっていいのか。あのから絶対砲台が動く予感しかしないな。でも僕は普通にジャンプしていく。はーいからの、はーい。何を出してくる。綺麗な大車輪。こういうところはね、引っかからないなんてそんなの無理なのよ。むしろ引っかかる気持ちでトロールコースをやっていかなきゃやってられないのよ。なあ、そうだろ、テルルさんよ。特定の人物の名前を出すな。いつも言ってるだろ、ピオキング。じゃあここは隠しブロックあるんじゃないの。あるね。あれ今さ、神回避しなかった。まあ落ちるには落ちたんだけど、このバネ自身には当たらなかったよね。そう、やすやすと簡単に当たってやると思うな、バネ。僕はバネを避ける名人さん。お帰りなさい。お帰りなさいじゃねえんだよ。誰も帰ってくることを求めてないんだよ。そして右に中間ポイント。あれ取ることができるのか。そしてこのツタなんだろうね。まさかゴールとか思わなかった。いや結構早かったな今回のコース。でもすげえ右上気になんない。ちょっとあっち行ってみようか。実はさ、あの中間通った後も結構長く続いてるみたい。あ、取れないんだろ。ってことはさ、この土管入ったら、あー、なるほど、そういう仕掛けになってたのね。ごめん、先に解いちゃって。あ、こっちの土管も入れるみたいだよ。そしてこの先は、はい、それじゃあセルコースはこのコースベロー2ということで2つ未満ということでしょうか。さっきのトロールコースが終わるの早かったからこのコースをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.04% で、説明文にさ、スネークブロックって書いてたからスネークブロックと共に進んでいくようなコースだと思うんだよね。まあ僕とスネークブロックは切っても切れない縁だからね。さあ行きましょう、マリー。スネークブロックの元へ。スネークブロック意外と偉大な。あ、ほっとっと。このスネークブロックのって矢印のところでいいのかな。あ、右に行けっていう感じね。スネークブロック意外と出番少ないのな。そしてこのキラーに乗る。そしてリフトに乗って、枝豆キッス。なめるな。クリア率 1% ごとき、俺が手こずると思ってんのか。さあ次はちゃんとこのブランコに捕まっていくよ。そしてこのパブル、なるほどね、だいたい読めてる読めてる。そしてスネークブロックを右左からの、また右に行ってどかに入っていく。いや、なかなか上手いんじゃない。で、中間ポイントはやっぱりあったな。で、このスネークブロックはどっちだ。左行くのね。いや、このスネークブロックさ、絶対右に行くと思ってた。なんだってね。難しい、難しいし、忙しいよこのコースみんな。忙しすぎて口より手の方が集中してしまってる。だからあんまり喋れなくなってしまったら申し訳ありません。さあここでカロンの甲羅乗って、次はどうすればいいの。あ、右にジャンプか。ガポーンしたらダメなんじゃないの。いや、修正効くんじゃない。いや、これ修正効く。あれ、かぶったまんま行くみたいな。いや絶対違うよな。そしてここは分かりませんですわ。ここね、甲羅踏んでいくんじゃないかな。こういう風に多分これが正規ルートだと思うんだけど。さっきよくかぶったらナイスタイミングじゃなかった。じゃあここは右に行けっていうこと。あー、オッケーオッケー。こんな感じで行けばいいのね。さあ次の土管に入って、ラストの中間ポイントだね。絶対こっから難しくなってくるよ。必要ないと思うけど、バネの力を借りてみようか。貸して。おしゃべり禁止モード入ります。ラストの中間取ってからすごく難しくなってきてるような気がするんですよ。だからスマートにクリアするために今からおしゃべりは一切禁止としたいと思います。わからない、今やられたとこの行き方が全然わかんない。踏んで左に行けばいいのかな。またカポンしたけど、カポンでいいのかな。まあ当たるの必須だね。今の悔しい。いや、今のところさ、リュートン乗るかメカクッパ乗るか絶対悩むよな。ここ優柔不断が出てしまいましたね。まあ実際ファミレスとか行っても、カキなんて絶対食べないんだからね。そもそもファミレスにカキなんてねえよ。いや、住んでる場所によってはあるんかな。福岡とかないんだよね。じゃあここ、いや危ねえ。オッケーオッケー。
そしてここはゴールか。で、鍵手に入れれたから一旦この鍵ドア入ってってみよう。エクストラステージか。ありがてえ。いや、このコースめっちゃ楽しかったね。っていうか、この制作者さんが作ってるのってどれも面白いんだけどね。どうもありがとうございました。みんな見てみて、僕が作ったコースにさ、面白いコメントがあったんだけど、世界一カラフルなスピードランを作りましたって書いてるんだよね。これめちゃめちゃ気になるからさ、このコースちょっとダウンロードしてくるわ。はい、それじゃあラストのコースはこのコース、超カラフルスピラン、カラフルスピードランということで、どうやらこのコースみたいだね。確かにかなりカラフルに作ってくれてるね。そして説明文にいろいろなブロックを使って作りました。そんなに難しくないのでやってみてねって書いてるんだけど、こんなにカラフルだったら見にくくてやりにくいかもしんないね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.85% で、この制作者さん中学2年生みたいなんだよな。今の中学生のレベルっておかしくない？コース作りめちゃめちゃうまいよな。そしてどうせないの、ここ全然見えねえんだけど、どこに行けば、とりあえず右ダッシュすればいいのかな。オッケーオッケー。そしてこのブランコに乗って、どんどん上に、あ、どんどん上に行けっていう感じだね。そしてもう分かんねえって。どこにいるか全然見えねえ。ここまで来たらもうアートだよ、アート。こんなにたくさんのアイテムを使ってスピランを作るとかさ、もう芸術だね。美しすぎるわもう。ちょっとここはダッシュおしっぱでいいのね。あー、バグっちゃう、僕頭バグっちゃうよ。とりあえず時間切り捨てんでいこう。先に進む方法を見つけることが先決だね。ごめんね、みんなめちゃめちゃ見にくいでしょこのコース。でも心配しないで、僕も全然見にくいから。そしてここどうすればよかったっけ。あ、矢印書いてるわ。パックを倒して先に進めっていう感じか。で、ここは右おしっぱしてもバネに当たるだけ。上に行って右おしっぱは、あ、これで先に進めんのね。そして、あー、ここは見やすいわ。どんどん下に行ってパウブロックを壊せばいいのかな。そんでパウを持って土管に入る。オッケーオッケー。残り何秒、残り10秒か。もう分かったよ、あの土管までの行き道がさ、これでちゃちゃっと進めるんじゃないかな。これ確かにさ、世界一カラフルなスピードランだと思うけど、それと同時に世界一自分がどこにいるのか分からないスピードランだね。で、ここ、ここめっちゃ好き、このバネ当たるとこ、これめちゃめちゃ気持ちいいんだよな。そしてここでヒップドロップして、でさっき花にやられたけど、このパウをちゃんと投げて、このブラパに当たらないようにしよう。そしてジャンプすればいいんじゃない。で、次はオンオフすればいいのか。なんとなくもうどこにいるのか結構見えてきた。そしてこの花ちゃんを踏んで、Z って書いてるな。あ、これ投げればいいのか。そしてオンオフをして、あ、ここで Z とトランスフォーメーション花まり。トランスフォーメーション花まり。今マジでって語彙力がなさすぎる。子供がさ、何かのアニメを見てその主人公の必殺技をモノマネしてるみたいなもんだぞ。こんなに僕の動画ってさ、幼稚園だったっけ。これでゴールでしょ。オーケーオーケー。まあ、この動画を見てる皆さんも幼稚だということにしてください。いや、このコースですね、本当に世界一カラフルなスピードランと言っても過言ではなかったですね。すごく素敵なコースの提供ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。